タツヨヌボラーリタツヨ、ジョルジョヌボラーリは、イタリアのレーサー。故郷マントバにちなみ、空飛ぶ、マントバ人の異名を取った名ドライバーである。獲得した主要タイトルは、1925年度モーターサイクル 350cc クラスヨーロッパチャンピオン、1932年度ヨーロッパドライバーアッツ選手権チャンピオン。 タチオ・ヌボラーリのアルファロメオに乗るベニートムッソリーに1892年、マントバ県のカステルダーリオに生まれる。父親のアルトゥーロと叔父のジュゼッペは共にバイクレーサーで、特にジュゼッペはイタリア国内選手権のチャンピオンでもあった。1904年にはブレシアのサーキットで初めて四輪レースを観戦している。こうした環境から、ヌボラーリは幼少期から、 モータースポーツを志すようになる。1915年にバイクレースのライセンスを取得するが、折しも第一次世界大戦の最中であったため、陸軍に徴兵される。福音後から再びバイクに乗り、1920年に初めてバイクレースに参加。翌1921年には初の四輪レースも経験し、いきなり2位に入る検討を見せた。バイクレースで勝利を重ねる中、 1924年に行われた四輪レースで名優エンツオフェラーリと開校。1925年からはビアンキ350を買って二輪のイタリアグランプリで3連覇するなどビッグレースでの勝利を重ね、イタリアではバイクレースのチャンピオンとして一躍有名人となった。1927年にブガッティタイプ35を購入し、四輪。 レーシングチームであるスクーデリアヌ・ボラーリを設立、本格的に4リニュへ転向する。しかし、1929年に資金不足によりチームは解体。この時、ドライバーの一人だったアキーレ・バルチと喧嘩別れ、してしまい、このことが1935年ドイツグランプリの伝説に少なからず影響を与える。1930年に、 アルファロメオのワークスチームであるアルファ・コルセニカ入。1933年にアルファロメオがレーシングチームを手放し、スクーデリア・フェラーリが結成されると、ヌボラーリは引き続き、ドライバーとして在籍した。アルファロメオ製のレーシングカーを借り、タルガ・フローリを、ミッ程メディア、コッパ、チアーノなどの国内メジャーレースや、各国のグランプリレース、ルマン24時間レースなどで、 多くの勝利を挙げ、国民的人気ドライバーとなった。しかし、ヌボラーリは、アルファロメオのマシンの性能に不満を持っており、1935年には、アウトユニオンに加入するために一度チームを去ったことも、あった。1937年は、新車アルファロメオ 12C の信頼性の低さに、失望し、ポーグランプリでの出荷で火傷を負ったことによって、不満は爆発。ヌボラーリは、 引退を表明し、アメリカで休暇を過ごすようになる。そこへ、エースドライバーを求めるアウトウニオンがコンタクトを取り、ヌボラーリはこれを了承。引退を撤回して、レースに復帰し、1938年のイタリアグランプリを含む3度の優勝を飾った。1939年のベオグラードグランプリでの勝利は、第二次世界大戦勃発前のヨーロッパにおける、 最後のグランプリレースであり、アウトウニオンにとっては最後のレース、および最後の勝利となった。ヌボラーリの走りは勇猛果敢で、常に全力疾走でサーキットを駆け抜けた。特に、フェラーリ時代は、性能の劣るアルファロメオ製マシンにも悩まされたが、常に勝負を諦めない姿勢や、性能差をひっくり返して勝ってしまう実力は、多くの人々を感動させ、 イタリア国民はもちろん国外にも多数のファンがいた。マシンの性能を上回るタイムを叩き出すドライビングテクニックは神がかり的とも悪魔的とも評され、性能の劣るマシンやアクロなど困難な条件であるほど冴え渡った。風貌も独特で、幻滑着に黄色のシャツと詩人がブリエレダンルンツ用から贈られた金色の亀のブローチを身につけてレースに臨んだ。 パワーアシストがなく大柄なドライバーが多かった時代に、あって身長は162センチメートルとかなり小柄だった。武骨な顔つきは、馬面もしくは、カ面と呼ばれた。エンツオフェラーリやビットリオやアノなど、実際に走りを見た多くの人々がヌボラーリこそ、史上最高のレーシングドライバーであると確信し、後年もたびたびその名を挙げて、ドライバーの理想像を語っていた。 ヌボラーリが記録した勝利の中でも1935年にニュルブルクリンクで行われたドイツグランプリでの勝利はモータースポーツ史に残る快挙として語られている。当時のレース界はファシズム国家の国威発揚に利用されており、とりわけドイツは自国の工業技術の優秀さを誇示するためメルセデス・ベンツとアウト・ウニオンのワークスチームを強力に支援していた。イタリアも ムッソリーニ政権の威信をかけアルファロメオの世紀、チームスクーデリア・フェラーリが対抗したが、名車 P3 をもってしてもドイツ勢に全く歯が立たず、連敗を喫していた。後に、メルセデスの都市と呼ばれる1935年、ヌボラーリは、アルファロメオ製のマシンの性能の低さに不満を持っており、アウトユウニオンに加入するために、フェラーリを辞めた。しかし、アウトユウニオンには、 ヌボラーリのライバルだったアキーレ・バルチがおり、彼がヌボラーリの加入を拒んだためアウトウニオン入りは立ち消えとなった。エンツオ・フェラーリは一度チームを去ったヌボラーリに不満を持っており再加入を拒んだが、ムッソリーニがエンツオを説得しヌボラーリは再びフェラーリでレースに出ることとなった。この時、フェラーリのマシンはアルファロメオタイプ B で370馬力以上のハイパワーエンジンを搭載した。 メルセデス・ベンツ W25 やアウト・ウニオン・タイプ B らの優勝候補と比べると相当な性能差があった。このレース以前のヨーロッパ選手権はメルセデスが3連勝しており、その他にも多数の勝利を重ねていた。レース決勝当日の7月28日、雨のニュールブルク・リンクに30万人ものドイツ人監修が集まった。投票によって決定されるスターティンググリッドでは、 ヌボラーリは2番手を獲得。スタートは失敗したものの、雨で濡れた路面に苦戦するドライバーを尻目に、10周目にはレースをリードしていた。レース中盤、トップでピットインした際に燃料ポンプの破損によって2分以上ロスしてしまう。6位でピットアウトしたヌボラーリは猛烈なペースアップを開始し、2分以上あったトップとの差を最終周には十五秒差まで詰める。 これに焦ったトップのマンフレート・フォン、ブラウヒッチは無理なペースアップを図るも、タイヤをバーストさせてズルズルと交代。ついに、ヌボラーリが大逆転勝利を達成した。ノントラブルで走り切った2位のハンススタックにさえ2分以上の大差がついており、いかに驚異的なハイペースで走行していたかがわかる。衝撃的なレースに大観衆は静まり返ったが、やがて英雄の勝利を称える拍手が、 サーキットに広がった。レースを観戦していたナチス交換はこの結果に激怒したという。大会役員は表彰台でかける国家のレコードを自国のものしか用意しておらず、ヌボラアリが持参していたレコードでイタリア国家が流れることになった。この逆転劇は1957年の F1 ドイツグランプリでのファンマヌエル・ファンジオの勝利とともに、 ニュルブルクリンクの名勝負として語られている。ただし、数多い伝説の中には、ヌボラーリの走りに興奮した、イタリアのマスコミが誇張して伝えたものもある。1930年ミルレミリアの真相として、夜明け間近でヘッドライトが必要なかったとも言われる。晩年は健康状態が悪化し、正式な引退は表明しなかったものの、1950年4月以降、 エースに参加していない状態だった。1952年には脳梗塞を起こし、一命は取り留めたものの片痺状態となった。そして1年後の1953年8月、再び脳梗塞を起こし死去。60歳だった。葬儀には2万5000人以上が参加し、その葬列が数キロに及んだとも言われる。またファンマヌエルファンジをアルベルト・アスカーリー、 ルイージ・ビルロレージが護衛者に同乗した。自身は黄色いセーターに茶色の革ベスト、そして青いズボンというレースの際に着用していたスタイルで埋葬された。ヌボラーリの死後、その功績を称えて、ミッテ・ミリアの走行ルートが記事、マントバを通過するよう変更された。クレモナを出発し、マントバを経て最終地点のブレシアに到着する、この区間で、 最速タイムを記録したドライバーには、グランプレミオヌボラーリが授与された。この賞は、ミルレミリアが廃止される1957年まで4年間続いた。1991年より、グランプレミオヌボラーリは、ヒストリックカーレースとして復活した。マントバを、スタート、ゴール地点として、ビアレッジョ、リミニなどの都市をめぐるルートで行われている。ありがとうございます。